人件費は固定費。はい、トりもチャンネル始めていきたいと思います。11月2日木曜日。はい。えー、昨日ね、あの、人件費がね、高騰しておりまして、まあ、人件費高騰でね、まあ、居酒屋はね、暇だと簡単にね、えー、潰れてしまいますよっていうね、お話をさせていただいたんですけれども、じゃあね、人件費っていうのはね、えー、変動費なのか固定費なのかね、どっちっていうね、話ですけれども、まあ、うちの場合はですね、まあ、アルバイトさんね、雇用形態としてはアルバイト。 という形なんですけれども、まあ、それでももう大体決まった時間になってるのでで、えー、大体まあ5時から10時までの人6時から10時までの人、まあ、基本はそれで、まあ、その後暇ね忙しかったらまあ延長でマックス11時までみたいな感じなんでまあ固定費にななるわけなんですよね、まあ、だから、えーね、今日は暇だからね、えー、早めに帰ってとかいうのは うちの場合はしないようにして、まあ、最低でも10時、22時まではどんだけ暇でも、ね、あの保証しますよという雇用形態をしてますので、まあ、普通のところだったらもうあの今日全然いねえなってなったら全然お客さんが、ね、ガラガラで、えー、暇やなという時はもう早めに、ね、上がってもらうとかいう、ね、ことをするところも多いと思いますけれども、まあ、うちはまあ10時までは保証するという、ね、雇用形態をしてますので完全に固定費となってますのでね。 まあえーね、時給が上がれば、まあ、それだけ、ねえー、売上げが、ねえー、下がれば、ね、暇であれば直撃するというのは、ねまあ、昨日話したお話の通りなんですけれども、まあ、じゃあ,、ね、あの暇だから人数削減しようかってなると今度は、ねえー、お客さんがばっと、ね、来られた時に回せなくなって、えー、上限が、ね、上値が、ね、追えなくなる、ねえー、状態が来ますので。 暇だからといってね、あの削るというね、えー、行為はまあ悪手になると思いますので、まあ、それはね、えー、やっちゃいけ,い,いけない手だと思いますので、まあ、ある程度の人数、ね、固定の人数はえね揃えておかないといけないという、ねえー、ふうに考えておるわけなんですけれども、まあ、いわゆる一般的なね、居酒屋というか、まあ、飲食店だとですね、まあ、大体あのお客様にね、満足してもらおうと思う,思うとですね、まあ、3人体制っていうのはが、ねまあ、一番 えーまあ、3人はいないとね、えー、回らないというかね、えー、どこかで迷惑か,か,、ね、かけてしまうとか、あのーね、待ってもらうとか、まあ、お客様に我慢してもらうとかね、まあ、そういうことが、えー、発生するような、ね、状態になると思いますので、まあ、うちでも、えー、客数がですね、席数が、まあ 30, うん、30、無理やり詰めたら30ぐらい、ゆったり座ったら20ぐらいの箱なんで、まあ、20から30ぐらいの箱ですね。でまあ、これぐららいの規模だったらやったやぱり 3, 3人は、ね、いるかなというね、最低3人って、えー、いうね、えー、ことなんで、まあ、3人は一応ね、えー、常にシフトに入れてね、えー、入ってもらわないと、お客さんに迷惑がかかるよというね、状況になるというね、店の作りになっておりますという感じですね。まあ、でも一般的な本当に飲食店でもやっぱ3人はいるかなという感じですよね。はい、じゃあね、今度は3人ね、えー、雇用するためにはね、えー、じゃあこれだけの売上げがいるよと。 これだけの利益がいるよと、じゃないと支払いができませんよというね、まあ、世界観になってきますという感じなんで、まあ、昨日も話した通りですね、もう人件費の高騰はね、えー、止まらないまあ、でも田舎はちょっと止まった感じがしますから、えー、まいろいろ求人の、ね、関係のお,、ねえー、お話を聞くとですね、えー、もう下関は、ね、もう支払い能力がないからもうこれ以上時給はあんまり上がらないと思いますよというようなね、えー、ご意見いただきました。ので、 あもうこれぐらいがマックスかなっていうね、あとは上げてくるとですね本当に壮絶な、ね、潰し合い、えー、まあ大阪でね、えー、今年の6月ですか、ね、でちょっとお師匠さんの、ね、お店がえ、ね、閉められるという,とということでねちょっと大阪に行った時にですね壮絶なね20年前、私が大阪にいたね20年前以上、ですね25年ぐらい前かな、えー、以上のデフレ。 の、えーね、本当に、えー、低価格路線というかね安売り合戦が繰り広げられておってですね本当に壮絶な、ね、潰し合いが、えー、本当に梅田のど真ん中で、ね、繰り広げられておったわけなんで、まあ、都会は都会でねそういう安売り合戦でねも誰も幸せにならないみたいな、まあ、壮絶な、ね、過渡競争が、えー、起こっておりますけれども田舎はね今度はねあのそういうあの価格競争っていうのはねそんなに起きないんですけれども あの今度は人件費の、ね、問題ですよね。まあ、人件費を上げれば、えーね、求人を出して応募が来るけれども、えー、人件費を上げれば今度はね、あその人件費の負担分で暇だと、えーね、積んでしまいますよというね、このジレンマね、ね <laughs> 矛盾が、えーね、モロハの剣、ね、が、えー、やってくるわけなので、まあ、田舎、田舎でね、まあ、そういう安売合戦は、えー、まあ下関でにおいては起こってないですけれども、 今度はね、その人件費問題っていうのはね、田舎では結構やばい問題としてね、えー、浮かび上がってくると、ねえー、思っておりますので、まあ、実際今ね、自分が直面してるね、話をしておるわけなんですけれども、あ、えー、げればね、それはな、あの求、求人がね、面接応募、いっぱい来ました。えー、ぶっちゃけね、あの20人ぐらい来ましたね、あの電話応募以外でも。えー、なので、えー、いっぱい来ますと。 ただ、それをね、えー、面接、はい、いい子がいました、採用しました、雇用しますと、えー、なったときに、まあ、うちでもやっぱり、ね、3, 3人体制、最低3人体制でや,やらないと、えー、お客様に迷惑がかかると思っておりますので、まあ、最低ね、私を入れて3人体制でやっておるわけなんで、その3人分ね、まあ、私は、まあ、除外しとっても、2人分のえ、ね、人件費を補うだけの、えー、まあ最低時給が1200円なんでね、まあ、それを、 え補えるだけの売り上げを作らないと、えー、店が回っていかないわけなんでね、まあ、今度、えーね、暇だから、例えば日本シリーズ不況だから暇だからとかね、えー、なんちゃらショックが来ました、だから暇なんですよとかね、そんなの関係なく、もうあのコンスタントにある一定の、ね、利益は出していかないと、売り上げを作っていかないと支払いができなくなるわけなんでね。まあ、だから、まあ、今、週休2日制にしてますけれども、 まあこれは何でかって言ったら、まあ、その月曜日明けてもその、ね、人件費で食われて利益が出ないからまあ別に、ね、もう週5でいいやっていうね割り切りみたいな感じの,あの、えー、一面もあるわけなんですよね。えーまあ、不要問題で収録だとシフトはねアルバイト中心のシフトを組もうと思うとかなり今ちょっと無理ゲーになってきてるという問題もあるけれども平日の一般的な、まあ、月曜日はあんまり忙しくない日に。 えー、その3人体制を維持しようと思ったら、えー、終わってみたらね意外と人件費に食われてまして、まあ、あと仕入れもしなくちゃいけないから、えーまあ、あとはね光熱費とかもねかかってきますので、まあ、その分で食われて、えー、売り上げはそんなないのに、えー、やっぱり経費でね持っていかれて終了というパターンなんでやっぱ固定費がね、まあ昨日もちょっと話しましたけれども、えー、地方のね居酒屋であっても、えー、高コスト体質に、えー、もう今はねなってきており,おりますので。 まあこれをね、どんだけあの賄っていけるかっていうね、支払いができるかっていうね <laughs>、ところで今ね、分岐点が来てるようなね気がします。まあ、人手不足で回らないからえ倒産っていうね、一面も多分にあると思いますけれども、今度は人がね採用できたとしても、人をね抱えて、その人権をね、支払っていく、ずっとこのコンスタントに支払っていくね能力がないと、 これまままた、えーね、倒産してしてまいます店が、ね、潰れてしまうというね、えー、ど,っちどっちに行っても結構地獄やなというような、ねえー、問題に直面しますので、えー、まあ結論としたらワンオペ営業の、ねえー、高価格帯の商売を、ね、やってる人がやっぱり強いかなと思いますけれども、まあ、自分の場合はちょっと、ね、あのそういう商売はしたくないのでなんでかって言ったら、ね、大阪でいたときに、ねまあ、立ち飲み屋でワンオペでやってこたこともあるんですけれども その時にね、一番もうなんか、あのまあ、不便だなというかね、あーまずいなと思うのはあ、トイレ行きたくなった時にね、ちょっとお客さん待たさにえっというのがあるので、一人だとね、うんあの、気軽にトイレも行かれないので、そういうのも嫌だなとねあの、日本人は胃腸が弱いのでね、急にゴロゴロ来た時にね、えー、そういう問題がありますので、トイレ問題とかもありますので、ワンオペはちょっとあんまりしたくないなというのがね、あるので、えー、まあね。 あのうちはまあ3人体制でっていうねあの仕組みにしてるわけなんですけれども、まあ、それだと先ほどね申したと、えー、まり一般的な下関の相場の、えーね、求人をかけるとですね、まあ、それでは来ないわけなので、まあ、人手不足倒産が起きますよと、えー、じゃあねあのうちみたいにちょっとねもうちょい積んで求人かけるぞとなると今度はそのね、えー、最低1200円ね、えー、まあ 10時以降だとね、22時以降だと1.25倍になるので、1500円超えていきますよと。今、一番上の人が1300円払ってるので、1300円の方だと、10時以降だと1.25倍になって、1625円になりますので、それをね、ずっと払えるかっていうとね、まあ、きつくなるので、まあ、そこら辺のね、もうジレンマっていうのがね、常に引っかかるわけなんで、忙しい時はいいけれども、えーね、こういう何たら不況とかね、こういう世界線とかがあってね、暇な、 時とかは、ね、りメンタル、ね、心身ともに削られますよというね,、えー、ね、世界観になっておりますという感じですね。はい、はい、というわけでね、まあ、ちょっと、まあ、結局のところは売り上げを、ね、作らないと支払いはできないよということなので、まあ、いわゆるまあ全あの今ね、一般的に言われてますのは、ちゃんと価格転嫁しないと支払いができないというのもごもとの話なんですけれども。 まあ価格転嫁してなおかつちゃんと売り上げを作らないと価格転嫁しましたけれども、えー、高いって思われて、えー、お客さんがね来てもらえなかったら売り上げは結局作れないので、えーね、価格転嫁をちゃんとしてねはい優等生ですよってなっても、えー、それで売り上げが、ね、なかったら意味がないので、えー、価格転嫁をしてなおかつ、えー、売り上げをしっかり作れる体制にしてでなおかつそのねあの時給、えー、その時給を上げたね 人件費高騰の分もちゃんとこなしていける、ね、仕組みにしないと結局はねどっかで息切れして、ね、積んでしまいますよというね今もう単純なねあの本当に小学生でも分かるようなね算数小学生の算数ぐらいで、ね、分かるあのシンプルな、ね、経営だと思いますので、えー、簡単にね積んでしまいますよということなので。 まあちゃんとね、売り上げを作って、えーね、利益を残さないと、やっぱりね、支払いができないなっていうのはね、改めてね、本当にね、あのー、商売始めて17年目ですけれどもね、本当にね、最近つくづくね、あのー、高コスト体質になってるね、このインフレ化の、えー、商売っていうのもね、えー、結構大変だなと思いながらね、えー、ただ、まあ、価格転嫁を、ね、するとですね、えー、今までよりは単価が上がるわけなので、まあ、来店数さえ伸びればですね、 これまでよりは売り上げが作れるというね、えーまあ、ボーナス、ね、ステージもありますので、まあ、どっちがいいかって言ったらね、まあ、ちょっとど,っちどっちがいいかわかんないですけれども、まあ、そのデフレ商売もね、えー、経験しておりますけれども、まあで、今まではデフレの商売しかやってきてなかったわけなんですけれども、まあね、ここ年ぐらいに入ってね、まあ、本格的に インフレ商売の方に切り替えてですね、今経営しているわけなんですけれども、まあ、デフレの商売と、ね、インフレの商売ね、まあ、まあ今、スタグフレーションと呼ばれておりますけれども、まあ、両方の,、ね、その社会の時間、ね、学校、中学校の、ね、インフレーション、デフレーション、ね、スタグフレーションでね、スタグフレーションなんか起きるのかというようなね世界観の時に、ね、習いましたけれども、まあ、生きている間に、ね、デフレもインフレもスタグフレーションも経験できてね、あーなんかね <laughs>、 ちゃんとあの学校で学んだことを、ねえー、経営者として、えーね、現場で、えー、ちゃんと、ね、経験してね自分の体、金、時間を使ってこうやって消化できているのはね結構おも、まあ、面白いというかね、えー、貴重な体験だなと思いながから、ね、それで全部体験できたんでね,、えーまあ、ね長生きできたらねなんかコンサルとかできるんじゃないかなとねインフレの商売もしましたよ、デフレの商売もしましたよ、スタ、ね、グ,グフレーションね。 えー、もやりまましとということでね、まあ、何でも、えー、来てくださいみたいなねスタイルでねコンサルができないかなとかね <laughs> いう感じでね、えー、老後はなんかそういうね、えー、金の稼ぎ方もあるかなと思いながらね、えー、今のね経験はね全部肥やしになってね将来のマネタイズにつ、ね、ながるかなと思いながらねね、えーまあ、こうやって、ねえー、YouTube 様でも喋、えー、らせていただいておりますけれどもまあ、とにかくねもう現場で、まあ、今ね 第一線で自分がね経験しておるわけなのでそれをねそのつ度問題にね向き合って問題をね解決しながらねこうやって経営しないと続けていくことはできないのでこれをなんとかね乗り切っていきたいなと今回の場合は売り上げ来店人数さえ増えれば客単価は必ず上がってくるわけなので売り上げもしっかり作れますよということなのでお客さんさえ 来ていただければ、えーね、悩みなく回るという、ね、仕組みになっておりますのでまあ暇の時はねやっぱり食らうから、えー、まあこのチャンネルでもね、まあ、あと創業以来ずっとね、えー、ブログの時からも言ってると思いますけれども、えー、飲食店はねアベレージが大事ですよっていうのはどういう,方どう,いうことかと申しますと、まあ、いい時もあるけれども悪い時もあるね、まあ、水障害って言われておりますけれども、えー、そのねいい時と悪い時ね、まあ、その平均ですよねその平均を上げていかないと 利益は残りませんよということなので、そのね、アベレージね、いわゆるトリマン売上げ移動平均線と呼んでおりますけれどもね、アベレージをどれだけ、ね、上げていけるか、まあ、これが上がっていくと、まあ、単純にえ、ね、か,けてかける、ね、人数でまあ売り上げが上がっていくわけなんで、えーねまあ、忙しければね、えー、ちゃんと経営できますよという、ごくシンプルなね、えー、仕組みに、ね、しましたので、まあ、 これがねまだあの値上げができてない店だと忙しくても、えー、ある程度ね、はためで見たら、えー、あお客さん入って儲かっとるやないのってね言ってもらえそうな状況であったとしても実はあの、ね、貯金通帳にお金が残ってないどころか借り入れをしないと回していけないというね、まあ、ただ単にあの忙しいからね、このわーっていうね、こういう感とねやってる感はあるかもしれないですけれども、まあ、それはお客様は、えー、その満足するかもしれないですけれども えー、経営者としてはね、えー、もう赤字が、ね、どんどん膨らんでってね売れば売るほど赤字みたいなね,、えー、ねえぐい状況に、ね、なっているお店も多分あると思いますので、えー、価格が転嫁ができないということは、えー、ね来店人数が増えたところで利益が残らないというね、えーまあ、悪臭になってしまいますのでまあそのね、まあ、価格転嫁をできないっていうことだけでもね、えー、人件費高騰はまあ これはねあの、抑えられないのでね、あでであの人件費上げないと、えー、人が揃えられない、ね、世の中になってますので、えー、それでね、価格転嫁、人件費は上げました。でも価格転嫁はできてませんよってなると、はい、もうそれはね、小学生でも分かるような計算,で計算方式でもうね、この店潰れますよねってね、小学生が見ても分かるような、えー、単純にね、えー、潰れるような、ね、仕組みになってるわけなので。 ね、売っても売っても、えー、儲かりませんよっていうのが一番、ね、あの経営していて苦しいことだと思いますので、えーまあね、価格転嫁をしながら、ねえー、なおかつ、なるべく、ね、暇な日がないように、ねえー、アベレージを上げていけるような、ねえー、経営をしていかないと大変なことになりますよというような、ねえー、この2日間、ちょっと、ねえー、人件費の話をしてみましたけれども、人件費、ね、高騰の、えーね 現場のね、リアルなあの暗い具合ね、どんだけしんどいかっていうのをね、えー、ちょっとね、赤裸々に話してみましたというようなお話でございました。はい。で、今日はね、 えー、文化の日が、ね、3日祝日なんで3、4、5と、ね、3連休なわけなので珍しく、ね、金曜日が、ね、お休みということなんで、えーまあ、いわゆる、ね、あの今日は木曜日ですけれども花金みたいな、ね、感じだなという感じだったんですけれどもあただ、ね、あの日本シリーズやってるんで、ねまあ、それで帳消しになるかなとい思いながら、ねえー、どうかなと思ってたんですけれども蓋を開けたらです、ね、あやっぱり暇でしたね。<laughs> なんとか なんとか白星ね、ギリギリ白星ラインには乗りましたけれども、実質的に、ね、金曜日扱いの、ね、3連休前の日で、これはねえなーっていうぐらいのね、ちょっとやっぱりあ厳しいなーと思いながらね、えー、まあ、まあ、嬉しいことにね、我々が阪神タイガースをね、えー、勝ちましたということで、えー、逆王手、ねえー、がかかりましたので、えー、まあね、いいんだか悪い,いんだかちょっとね、<laughs> 複雑な気持ちですけれども、 まあ、とりあえずね、11月、えー、ちょっとまあ、流れはあんまり良くなかったけれども、まあね、結果だけ見ると白星がね、えー、出ましたので、ああ、ようやく11月のね、白星が出て良かったなというようなね、ちょっとほっとしてるけれども、えー、まだ全然ね、流れが悪いのでね、えー、流れが悪いと人件費のね、えー、重みがね、ぐっとね、ぐーっときますので、えー、まだまだね、予断がね、許されない状況が続いておりますよという感じですね。はい。 ちょっとねいい流れが欲しいなと思いましたと。ただ、ちょっとね、3日はね、人手不足なんでね、えー、私入れてね、えー、2人営業なんで、えー、せっかくね、あのご予約が入ってるのにね、えー、ご迷惑おかけしそうな流れなんでね、ああ、忙しい時にね、人がいなくて稼げないっていう、このね、またー、っていうのがね、もうまた辛いっす。超辛いっす。ね、えー、平日休んでよと、ぼそッと。<laughs> ね、えー、もう辛い。 はい。というわけでね、あのー、辛いことはね、この場で全部吐き出してね、ストレスを解消をね、えー、する立ちなんで、えー、ね、えー、私はね、えー、あの世に行かない,でい,いようにね、ストレス発散の場所でもあります、トリマンチャンネルなんでね、えー、ぼやいても行きますよというね、えー、お話でございました。はい、えー。というわけでね、チャンネル登録とグッドボタン、えー、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。はい、終わります。